有名男性アイドルのメンバーが風俗店を訪問したという目撃談が広がっている。これに先立ち6日、風俗店で働く女性たちが集まるオンラインコミュニティには、風俗店で有名なアイドルグループのメンバー A 氏を見たという書き込みが掲載された。当コミュニティは、本人認証をしなければ活動ができないコミュニティとして知られている。書き込みの作成者は、A が来た。すぐに部屋から追い出された。目が高すぎる、と伝えた。また A が訪問した場所は、チョンダムドンにある個室タイプの風俗店だったと主張した。これに対して、別の人物は A だけでなく、同じグループの他のメンバー B も店に来たことがあるとして、指名するときに見たことがある、と主張した。その他にも、A に断られて、ショップ費、美容院のセッティング費用が台無しになった。A は店の常連だった。男性アイドルの中にマニアが多い、昨年は、再び店を開いて間もない頃に A が来たのを見たけれど、自分が望むサイズではなかったのか、女性を何度も変えた、などの目撃談が相次いだ。このような書き込みは、YouTube やコミュニティなどを経て、さらに広がった。しかし、まだ明確に確認されていない内容である上、匿名コミュニティで浮上した話であるだけに、あんな話を信じてはならない、とデマであると主張する声も広がっている。